フライデー試合やったらこっから学校まで走って帰らせっからな。勝つ理由なんてそれだけだ。俺が自信持って選んだメンバーだからな。はい、大丈夫だ。くそ、体は温まってんのに。結婚は待ってください。大丈夫、菅原と結婚の予定はない。俺もやりたくてやる。雰囲気は問題なしですね。ああ、影山バテてきてたからな。それまで踏ん張れるかだけどね。爽やか君には荷が重すぎるんじゃない。頼もしいな。エースかよこの野郎。エースだよ。すみません朝日。なんとか点差つけられずに行きたいな。菅原は堅実なセッターだ。大崩れはない。大事ないさ。アウト。ガーン。心へし折りたい。西野や。止まるな。さあ俺にも出してくれ。ああもちろんだぜ龍。うっ、おお、大崩れしなければいいとかいう話じゃなかったですね。俺にも新しいことができる。よしブレイクだ。いつもそうとは限らないだろう。個人技には限界があるんだ。休めていいけど。っていうかなんか怖いよな天道。点が取れるなら何の文句もねえよ。心だよ。若田氏くん、先週貞子やってたの見た？見てない。盛り上がってはない。どう見ても父親に少しの間を教わった。へえ。あのでもすいません、それだけは。他のことには口を出しませんから。父ちゃんは選手？牛島じゃないんだね。婿養子だったからな。会ったりすんの？いや、今は海外にいる。ひーひー、かっけー。マジすげーじゃん。じゃあ父ちゃん見たくなりたい的な？いや、特には。高校3年でまだ伸びていた。でも退学だけじゃなく、そういう風になりたいと思った。影山もやれば。無理です、俺は練習してません。取り返せ。以上。はい。それ以外全員で攻撃なんて初めて見た。僕が10番を嫌だと思うのは得体が知れないからじゃない？少なくともなんか嫌だなぁは若年君には新しい感覚なんじゃない？強いチームに入るといい。そして強くなればいろんな奴と戦える。強い奴、変な奴。お前がバレーを続けたいと思ったらの話だけど。キレキレなコースだな若年。さすがだ。アウト。今日はいつになくいいですね。拾った。惜しかったですね。普通なら目の前の打ってきそうなスパイカーに飛びつきたくなるけど、それだけの事実がどれだけ深いか。前！読まれてる。もう頭より体が先に動いてしまってもおかしくないのに。ブロックを避けたいって意識が
強く働いた証拠だ。マジか。でもいい傾向じゃん。切り替え切り替え。何？牛若のスパイクに触った時に切れたんだ。幸い小指、痛みさえ我慢すれば血ってどのくらいで止まるんだ。この終盤であのメガネの離脱は痛すぎるな。お前が戻ってきた時にはもう全国行き決まってっから。和人、ブロックは単品じゃねえからな。後ろには俺がいる。ケイ、兄ちゃん、なんでいるんだよ。知ってたけど。まあでも、5セットなんて疲れるし、休めてちょうどいいよ。俺の仲間はほっといても勝つ。そんくらい信じとけばいいんだ。月島があんな顔するようになってたなんてな。来い、さっこーい。あ、またあれやる。勝負に出なきゃ勝利もない。シンクロ攻撃オール、行け。あの顔を見た瞬間から ほらやっぱブロックフォローしないと。全員攻撃なんて無茶なんだって。次もやるから。お前にはタッパがない分、他の連中より重要になる。すまん、ドンマイです。ここからヒナトの出番だ。また何かやってくれ。すまん、天道。ブロックスマイル、おっしゃー。うし、変なとこで受けたな。話が出たらベンチ下げられるから。今まで出会った小柄で優れた選手たちのような存在なんだろうと。なるほど、何かお前を叩き潰したい。影山がアップしてる。戻ってくるぞ。翔陽、やっぱり痛いのかな。でもブロックフォローいてくれると心強いね。捕まった時よりどう捕まらないかって考え方。俺が監督でも言うわ。いや、選手としてもフォロー入ってくれよって思っちゃうよ。上等ストレートサーブ。昔のままなんだよ。シンクロ攻撃オール。次もやるから。そんなこと考えない。俺が撃つのだ。そう思って突っ込むことが怖いんだろうけど、それ以上に攻撃の意志を持つことが大事ってことだ。ういっす、きたきた。バーティヤマ君はやっと復活ですか。おらおらい。こいつ、俺はいつもの速攻で十分奇襲になると思ってたのに。なあ、なんでセイセッターはセミさんじゃないのかな。ぶっちゃけシラブさんより上手いだろ。自分の力を誇示したいという欲求が強いこと。何かこいつらにかける言葉を。黙るな。こういう時こそ応援でしょうが。あれはもはやブロックではなく超至近距離レシーブだな。カラスノも2桁乗った。カラスノも2桁乗った。
よし、よっしゃ。牛島さんは常にマークされる大エース。行ってこい。頼むぞ。山口、行け。狙いは牛若の対角線上へまっすぐ。初めて合わせる速攻をここで使うのかよ。長い。アウト。どうした五色、お前のその実力で何を焦る必要があるんだ。飾らず、何の含みも大もない。鼓舞ではなく事実。マジでこのまま行っちまうんじゃねえか。勝て勝て、カラスだ。完璧です、大平さん。本人はサーブレシーブで挽回したかったでしょうけどね。務め、落ち着けよ。分かってます。このマッチポイントをどうやってしのぐか。数での翻弄、確かに有力な攻撃と認めざるを得ねえな。それでもう少し高さがあればな。もう一本お願いします。ここにはただ大きいだけのやつなんていない。俺は小さくても戦える術が欲しいのか。もう体力も集中も切れる寸前。とにかく白鳥沢の強烈な大砲一発を。五色。はい。せーの。全てねじ伏せるシンプルな強さが欲しい。残り少ない体力をかけて流れを取り合うラリー。ボールも気力も。うるせえ、こっちの方が強い。下を向くんじゃねえ。フフフフ。